どうもメンディーです。2016年夏、4年後に東京オリンピックを控えた今年、ブラジルはリオでオリンピックが開催されますが、今まで東京で開催されたオリンピックにちなんだ、場所を巡って歴史を旅してみたいと思います。オリンピックにちなんだ場所に行く前に、ここ東郷神社からスタートしたいと思いますが、前回のムーブオンでね、軍艦の三笠へ行ってきたわけなんですけども、その時に、東郷平八郎さんの、ことを改めて触れてみて、でここ東郷さん亡き後にね、作られた神社ではあるんですけれども、今日のムーブオンが素晴らしいものになることを、祈るという意味合いも込めて、最初に立ち寄ってみました。あれ？閉まってる。なぜにでしょうか。2016年夏の出来事でございます。そうか、もうニュースでひっきりなしだけれども、今年はね、このゲームは五輪に勝る勢いでって言っちゃうとあれだけど、もう日本のみならず世界を席巻してるってことだね。残念。これね、中、ここからでね、本当申し訳ないですが、皆さん日中はきっと空いていることでしょう。いやでもこれもね、きっとあっという間に懐かしい出来事になるんだろうね。こんなこともあったなって。2016年の夏に、ああそうだったそうだったってこの場面を見て思い出していただけたら嬉しいです。さて、ありがとうございます。行きましょう。原宿で幼少期を過ごすとどういう感性になるんだろうね。不思議だね。神社に幼稚園に、そしてもう竹下通り誰もいない。朝5時台の竹下通り見て、右も左も景色も確実に時間が経てば変わっていくわけだからね。特にこの時間に来ることもないし、焼き付けておこう。いや、時代は変わってもこのシャッターの落書きっていうのはね、
書いては消され、書いては消され、こう常にビルボードと同じで塗り替えられていくんだけど、やってることは一緒だね。あー、原宿駅が見えてきた。いやでもこの景色も変わっちゃうっていうニュースでもやってたけど、原宿駅だけじゃないんだけど、4年後2020年のオリンピックに向けてこうリニューアルされるステーションがね、いくつかありますが、原宿駅もその一つです。この横長の景観がどういうふうに変わるんだろう。わあ、ここの景色なんか本当もうずっと100年近く骨組みは残されてるから、あのてっぺんの風緑も取り壊されてしまうのかな。これが私の中での原宿駅の絵です。うわ、1964年の東京オリンピック水泳の会場となった、国立代々木競技場第一体育館の屋根が見えてきました。いやー、朝日に照らされた国立競技場代々木第一体育館っていうのもなかなか見る機会がないからすごい。あー、やっぱりこう建築物って光が当たった時の影の出来方も作品の一つの価値、大きい部分を占める、そういう気がしてるの でこのスケールでしょ。いやー、すごいな。この道を使って渋谷原宿を行き来する人はきっと私だけじゃないと思うんだけど、久々に歩いたかも。やっぱちょっとずつ景色が変わってるんだね。山手線がそこに通ってるっていうことだけは変わらないんだけど、そう、そしてね、この原宿から渋谷に向かって歩いていくとね、右を見ると今度、
代々木の第二体育館が見えてきます。ここも1964年に、オリンピックで使用された会場の一つです。第一体育館はこう左右対称のデザインになってるんだけど、第二体育館は本当にこう、ヤドカリの貝殻のようにね、渦巻いてます。鼓膜のように。そのね、違いなんかこう見比べるのもね、一つオツですよ。今まで気に留めていらっしゃらなかった皆さん、ぜひちょっと気に留めてほしいな。もっと見落とされがちなのが、ここ岸体育館と書かれているこの建物、実はこれも1964年の東京オリンピックの開催と同時に、本当この代々木体育館と同時期に建てられた建物で、ここはですね、オリンピックの競技の会場ではなくて、体育協会が入っているビルなんですね。で、今私の位置から見えるこの岸体育館、そして代々木第二体育館、そしてこの代々木第一体育館、この3つが合わさって見れるのももうあとわずかなんです。というのも、ここから新宿区に新たに建設される建物に体育協会が、移動して、ここも取り壊されてしまうと聞いています。で、もうね、見えるかな、ちょうどここから真正面、あの時計台みたいなのが見えると思うんだけど、あそこのね、麓が渋谷公会堂の跡地です。そして同じ場所に新たに建設される予定ということなんだけれども、で、この代々木の第一、そして第二体育館も、もうじきに改修工事に取り掛かるということで、2020年、まあ外観はそのままに、補強工事ということになるのかな。2020年も、メインの会場の一つとして使われることに決まっています。56年の時を経て2回もオリンピックを見届けることになるんだね。まだ6時台だというのに、暑さに耐えきれず少し大都会の大樹林の中に避難したいと思います。明治神宮も入り口、入っただけでもう体感温度が全く違います。何なんだろうこの涼しさは。明治神宮の森は
都心では考えられない生態系がまだ残ってるっていう、でそういう話になると前回行った猿島にも通じてるところがあって、まあ陸地ではあるけどそういう残されたオアシスっていう考えでいいんじゃないかな。ここはされてるんだね。原宿じゃないみたい。そう、ここ南神門、実はですね今改修作業をしておりまして、遠くから見ると、あたかもそのまんまに見えるけど近づいてみるとなんと、ここの南神門を、撮影した画像をそのままプリントアウトされた、シートに覆われてます。これも、現代の技術がなせる技だと思う。逆に、例えば1964年の当時はなかったようなね。まあちょっと比べるのもなんだけど、だから海外からねいらっしゃった方はああいうようにちょっと、あれっていう表情なさっているけれども、そこはまあちょっと運が悪かったという。でもなんていうの、不愛想な例えばブルーだったり白のシートで囲まれてしまうよりはやはり迫力はしっかりと伝わってくるのでね、こうここに訪れる人たちの気持ちに立った素敵なアイデアだと思います。逆にこの景色もこの長い明治神宮の歴史の中の一瞬の出来事に過ぎませんから逆に珍しい。今しかないよ。さて、つかの間ちょっと涼しんで体を癒したところで、今回ある意味一番行きたい場所へ皆さんお連れしたいと思います。そう、私今日のテーマは別にして世田谷育ちなので、ここから見えるこの景色、この木々とそしてあの鉄塔電線とで向こうに見える雲の模様でその四季をね感じ取ることができます。あの雲は夏の雲だね。今まさに盛っているっていう感じかな。夏があっという間に過ぎてくんだけどね、夏が一番。あ、見えた。ここが1964年に、開催された東京オリンピック、その時にここ
駒沢、オリンピック公園に建てられた記念塔です。これも50年選手だ。そう。これもね、今見てもこのデザインが古くなくてとても好きです、私は。今日はね、休日だからいろんなランナーでいろんな、アスリート、そして子供たちや家族、恋人同士で友達同士、そして部活サークル、きっといろんな人たちがここにね集まってるんだけど、そして背後に見えるのが1964年の東京オリンピックのメイン会場の一つだった、駒沢競技場です。今日もなんかやってるみたい。今回のムーブオン、ここの駒沢競技場を終着点にしたかったのには理由があります。実はここは2020年のオリンピックの、会場には現時点では含まれていません。じゃあなぜわざわざここで、今回締めくくりたかったかというと、実はもう今では知らない人の方が多いかもしれない、1964年の、東京オリンピックが、初めての日本東京での開催と思っている方の方がほとんどかもしれないけれど、実はそれ以前1940年にここ駒沢一帯を、メインとしたオリンピックの開催が一度決定していました。だけど、時代は、戦争の時代、第二次世界大戦の影響で、日本の方から返上という形で東京オリンピック1940年の中止が決定し、その後別の国で、開催が検討されたんだけれども、あろうことか第二次世界大戦の影響でその1940年のオリンピックそのものが消滅してしまいました。さっきいろんな人が笑顔で行き交う、姿、そして今、今年リオで開催されるオリンピックに、夢中になっている人たち、そういう姿を見ていると、これもきっと当たり前のことではないんだなとずっと心のどこかで思っていたのは、その1940年の出来事を私は知っていたからなんだと思います。4年後に迫った2020年の東京オリンピック、今日と同じような笑顔で、日本中の、いや世界中の人たちが東京に目を向けて、そして一緒になって盛り上がれる、そんな素敵な祭典になることを心から祈って、今回のムーブオンは4年後の2020年の私たちに、バトンを託す、そんな気持ちでここで締めくくりたいと思います。
辛いことも答えのうち明日からのことを思えば苦しむことも答えのうち自分だけど思わないで今ここで生きてられるのは一人の